お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ初めてだと思うけど、はい、今回のテーマ、お気に入りの曲。お気に入りの曲、うん、はい。なんかよく曲は聞く？よく車に乗ってる時に聞いてる？よく聞いてます。うん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 。その中でも、トモヤおいで。おっちゃんのお気に入りの曲、まず。僕は、うん、その中でもよく聞くのは何かな、なんだろうな、バウンディ合ってる？バウンディ、バウンディ、バウンディっていうなんか今時の曲です、ね。なんかこう、なんていうんですかね、うん、こうハイテンションになれるような曲もあれば、うん、ちょっとこうしっとり聴きたい時の曲もあれば。あ、そうなんや。はい、まあ、声がいいですね。だから聞きます。知ってる？ああ、やば、入ってます ね。聞いてみるわ。ランキングにも入ってるんで、ミュージックとかの。そうなんや。探ってもらえれば。いや、もうすぐ出てくるやん、それやったら。見つかると思います。バウンディ、バウンディだって。笑ってる。バウンディ多分もう違う、心配になってきた。違うと嫌やな。まあまあ、ローマ字なんでちょっと、うん、ああ、読み方がね、読みづらいですよ。多分そうっす。うん、日本人なん？おそらく。顔とか、俺顔とか見たことないですけど。へえー、なんかいいな、そういうのも。なんか顔ない。へえー、調べないでしょ。もう曲だけで、声、歌声だけでこう、歌声だけでもう気に入って、あの、はい、魅了、なんていうんですか、うん、惹かれちゃいました。ああ、そうなんや、いいね。じゃあそういう人いっぱいいるかもね。また増えるね、これ見て。いや、聞いた人がね、聞いてください、絶対聞いたら。うん、主には車の中で、車の中で聞いてる、しか聞かないですね。まあ、あとは試合のスタジアムに移動するときとか、うん、ああ、バスとか、バスとか中で。ああ、そうなんやね。どうもやわ。これは結構、まあ、やっぱ怪我人の、怪我してる時期が長かったので、うんうんうん、モチベーションの曲が、上がる曲が好きなんで。例えば、あのレッカさんのマイメジャーって曲とか、まあ、本当に高校の時から聴いて。あ、そんな時から聴いてた、はい、へ、ずっと好きで、はい、最近なんだろう、あとは E.T. キングさん、あ、うーん、昔とか、昔なんや。最近は聴いてないな俺。結構昔の曲とか好きなんですよ。ああ、しかも当たってるわ、雨が。とかですね。え、それはいつ聴いてるの？それは行きの車とか。やっぱ車多いな。車っすね。移動中がやっぱり多いですかね。うん、移動中。そのテンポは？曲調は？曲調。早い。ああ、いや、そんな速くないです。でもマイメジャーの方は、レッカさんの方はテンポいいんで、なんか残るというか、多分。いや、今聞いてるとね、こう車で2パターンに分かれるなと思って、はい、アップテンポでガンガン変える人と、もう落ち着いた曲でしっとり変える人と、結構2つで分かれてて。行きと帰りで違いますね。あ、行きと帰りで違うん。それは確かにあるかもしれない。わぁ、面白。え、行きは？俺は行きはあのテンション上がるような曲で、おぉ、上げてって、で、もう帰りはもうしっとり、もう別に上げる必要ないんでテンション。まあ確かにね、確かにね、もう落ち着かなあかんからね、はい。トモヤもそんな感じ？出発時は割となんかまあゆっくりのなんかテンポの。出発時また細かく分けてきたで。でも出発時曲になってきたらもう最後の、うん、曲はもうそのどっちかの曲かけたりして。ちょっと面白。テンション上げて。移動の中でも分かれてんねんね。帰りはもうあんまこだわってないですけど。ああ、まあ適度に流れてるのを聞いてって感じ。確かに練習前は結構気になるよね。そうですね。練習前。ああ、そう。でも残らん、それって最後に聴いた曲が頭の中に。あ、まあ残るんで、まあだから慎重に選ぶっす。ああ、そうやんね。人の曲は聴かないです、あんまり。ああ、じゃあもうあの辺から聴き始めたらええなみたいなのあるんじゃん、この道のこの辺で。あ、これ聴き始めたらちょうどありますね、つくなみたいな ね。まあ、僕は家結構近いんで、ここから。ああ、そうなんや。あの2曲ぐらいでもうついちゃうんであんま楽しめないんですけど。楽しめないね、なかなかね。これ2、30分ぐらいあるんで。うん、まあ、まあまあ、はい、だからちゃんとその中でもこう徐々に上げていけるねんな。いや、そっか、距離でも全然違うね。違いますね。ね、距離、厚さとかでも変えますね。いや、面白いね。じゃあしっとり、今からしっとり。今はまあ、まあ、でもちょっと雨で気分テンション下がってるんで。おお、それだな。ああ、確かにこの天気でね、しっとりしたらもうちょっと、うん、変になりそうやもんな。
ちょっと上げた曲を程よく程よく上げ気味で、あ、そういうのであれっすよ、だバウンディが結構ちょうどいいっす。ああ、さらにいろんなね曲調あるし、はい、ああいいねそういうのね。うん、じゃあそれを聞きながら、はい、安全運転で帰ってください。はい、おい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れです。お疲れです。